アダム・コールのリングネームで知られるオースティン・ジェンキンスはアメリカ合衆国のプロレスラー。ペンシルベニア州ランカスター出身。プロレスラーになるためコンバットゾーンレスリングが主催する CZW レスリングアカデミーにてトレーニングを開始。2008年4月26日、フィラデルフィアを拠点とするアメリカンチャンピオンシッププロレスリングが主催する工業にて 津波を相手にプロレスデビュー戦を飾った。その後、CZW を中心にインディ団体を転戦していき、2009年8月7日、メリーランド州を拠点とするメリーランドチャンピオンシップレスリングが主催するサマー、ヒート2009にて MCW レージテレビジョン王座を保持するケイナーン・クリードに挑戦。勝利を収め、第18代王者となり、自身初となる。 タイトルダッシュとなった。2010年5月8日、CZW が主催する PPV フィストファイトにて、CZW 世界ジュニアヘビー級王座をかけたタイトルマッチとして、王者のサビアン、自身と同じく挑戦者のラッカスラとイルミネーション形式の3、ウェイマッチで対戦。この試合に勝利を収め、第34代王者に退官。10月頃より、リングオブオーナーに、 レギュラー参戦すると、カイル・オライリーとのタッグチーム、フューチャー・ショックを結成し、タッグ戦線に参入。11月12日、サバイバル・オブ・ザ・フィッテストに出場。クオリファイングマッチとして対戦した、スティーブ・コリノとの試合を制し、決勝戦で、エディ・エドワーズ、クラウディオ・カスタニオリ、ケニー・キング、ケビン・スティーン、レッド・タイタスを交えたロックウェイマッチで対戦するも、試合はエドワーズが、 キングから勝利を収め、優勝とはならなかった。2011年4月9日、CZW が主催するトーナメント、ベスト・オブ・ザ・ベストにエントリー。予選の3ウェイマッチで対戦したジョニー・ガルガのオライリーら退け、準決勝戦でザック、セイバージュニア戦を制すると、決勝戦ではサミキャラハンを相手に勝利を収め、優勝を果たした。 以降も CZW ジュニアヘビー級王座の防衛回数を積み重ねていったが、11月12日、CZW 主催のナイト・オブ・イン・ファミー X、アルティメータムにて、キャラハンに敗戦し、同王座から陥落。実に王座を明け渡すまで、553日間、防衛回数17回という記録を打ち立てた。2012年からは、主戦場を、牢に移し、 プロレスリングゲリラへの出場回数を増やし、3月には、大日本プロレスのシリーズにも帯同するなど、活動範囲を広げ始める。4月21日、PWG が主催する、タッグトーナメント DDT4 にフューチャーショックとして出場。1回戦で、ザ・ダイナスティから勝利を収めたが、準決勝戦で、スーパースマッシュブラザーズに敗戦した。また、 タック戦線で活動する傍ら、シングルプレイヤーとしてもプッシュされ始め、6月29日、ロー主催の興行にて、ロー世界 TV 王座を保持する、ロデリックストロングに挑戦。これに勝利を収め、第6代王者に退官。9月1日、PWG が主催するトーナメント、バトル・オブ・ロサンゼルスに出場。1回戦で、エルジェネリコとの対戦を制し、翌2日、 二回戦で、エディエドワーズ、準決勝戦で、サミ・キャラハンから勝利し、決勝戦で、マイケル・エルガンと対戦。これに勝利を収め、優勝を果たした。12月1日、PWG 世界王座を保持するケビン・スティーンに、挑戦。ゲリラウォーフェアマッチとして行われた、王座戦を制し、第21代王者となった。2013年8月31日、 バトルオブロサンゼルスの決勝戦として行われたエルガン VS オライリー戦終了後優勝を収めたオライリーの元に駆け寄って祝福するも直後にリング上に現れたヤングバックスと共にオライリーを襲撃さらには敵対関係にあったスティーンと結託し新ヒールユニットマウントラッシモアを結成したローではジェイブリスコの怪我による欠場に伴い 空い扱いとなった、ロー世界ヘビー級王座をかけたトーナメントに出場。1回戦でマーク・ブリスコ、2回戦で、J、ジェイリー・サルを制して、準決勝に進出を果たし、9月20日、ロー主催のデスビフォーディスオーナー・アクシーにて、準決勝戦で、トーマス・オシャンパン、決勝戦で対戦した、エルガンとの試合を制し、第19代王者に退官。 PWG 王座と合わせて2冠王に輝いた。2014年5月23日、PWG 主催のソウルド・アワー・ソウルズ・フォー・ロック・エヌ・ロールにて、オライリーに敗戦し、PWG 王座から陥落。さらに6月22日、ロー主催のベスト・イン・ザ・ワールド2014にて、ロー王座の防衛戦として、エルガンと対戦するも敗戦し、一気に2つの王座を失った。 7月12日、マイケル・ベネット、マット・ハーディーらと共にヒールユニット、キングダムを結成した。11月7日、サバイバル・オブ・ザ・フィッテストに出場。クオリファイングマッチとして対戦したデリリアスを制し、翌8日、優勝決定戦として、アダム・ペイジ、トーマス・シャンパン、ハンソン、マット・サイダル、ローデリック・ストロングラと6ウェイ・イルミネーションマッチとして対戦。 最後に生き残ったハンソンからピンホール勝ちを収め優勝を果たした。12月7日、フィナールバトル2014にて、ファイトウィズアウトオーナー、マッチルールとして、ジェイ・ブリスコの保持するロー世界王座に挑戦するも敗戦。さらにこの試合で肩を負傷してしまい、長期欠場を強いられることとなった。2015年5月12日、ロー新日本プロレスの共催工業。 ウォー・オブ・ザ・ワールズ2015にて、アージ・スタイルズを相手に復帰戦を行った。復帰後も引き続きキングダムのメンバーとして活動し続けたが、6月20日に行われた6人、タッグマッチの試合終了後、相手チーム側の面々と握手を交わす、チームメイトのマット・ターバン、ベネットを置き去りにして一人で退場するなどといった行動をとり、チーム内で不穏な空気へと発展する。 さらにはかつて、オライリーとのタッグで活動していた、フューチャーショックを復活させるなど、キングダムと距離を置く姿勢を見せていたが、9月18日、オールスターエクストラバガンザ7のメインイベントで行われた、老世界選手権試合、リーサル VS、オライリーの試合に乱入し、オライリーを襲撃。復帰後の振る舞いがすべて、芝居と判明し、以後オライリーと交想を展開。また、 PWG では、ヤングバックス、ロデリック・ストロング、スーパードラゴンらが結成した、マウントラッシュモア2.0の一員となった。12月18日、ロー主催のフィナールバトル2015にて、グラッチマッチとしてオライリーと対戦し勝利。その後も構想は続き、2016年4月2日、サプルカード・オブ・オナー X にて、ノー・ホールズ・バーレットマッチとしてオライリーと再戦。 最後は、トライアングルジョークで締め落とされ、敗戦した。バレットクラブ5月8日、ローシン日本の共済工業、グローバルウォーズのメインイベントで行われた、ロー世界選手権試合の JD サル VS コルトカバナ戦の試合終盤で、ヤングバックスが試合に乱入する。その後突如として会場が暗転となり、再び転倒すると、ヤングバックスの間を陣取る形で、 リング上に登場する。直後にヤングバックスがリーサルとカバナにスーパーキックを花チコに追い込むと、コールはマイクを手に取り、俺がバレットクラブの新メンバーだ。と宣言。BC に電撃加入を果たすと、ヤングバックスと後から登場したゲリラズ・オブ・デスティニーと共にリング上を占拠した。6月25日、ヤングバックスとのトリオでリーサル ブリスコブラザーズ組と対戦し敗戦するも、試合後にヤングバックスと共にリーサルを襲撃。ハサミを取り出して、リーサルの髪を切ってしまう暴挙に出たことから、リーサルと因縁が芽生える。8月19日、デスビフォーディソーナーフォーティンにて、リーサルの保持するロー世界ヘビー級王座に挑戦。最後は、ラストショットでピンホール勝ちを収め、第23代王者に退官。 試合後、新王者となり、ベルトを掲げて監修にアピールする中、背後から、オライリーの襲撃に遭ってしまった。NXT2017 年8月14日、WWE と契約を交わし入団。同月19日、テイクオバー、ブルックリン3にて、ボビー・ルードと対戦して勝利し、NXT 王者となった、ドリュー・マッキンタイアに対して試合後、 カイル・オライリーとボビー・フィッシュが乱入。両者がマッキンタイヤと牽制し合うところに、観客席からリングへと上がり、マッキンタイヤを襲撃。3人でリングを制圧した。11月18日、テイクオーバー、ウォー・ゲームズにて、オライリーフィッシュと組んで、オーサーズ・オブ・ペインロデリック・ストロング、サニティと WCW で行われた金網に囲まれたリング2面で5分時に、 メンバーが追加される特殊ルールの和ゲームス戦で、対戦。隠れスラーが暴れ回る中、サニティ追加後には市内、スティールチェア、スティール感を投入して、さらに混沌と化す。終盤に、ヤングがストロングに、ショーストッパーを仕掛けた隙をついて、市内でヤングをオーダそして最後にスティールチェアを持ったヤングに、シャイニングウィザードを決めて勝利した。 2018年1月28日、WWE ロイヤルランブル2018に出場。ロイヤルランブルマッチで23番手で登場。アピールできる場を設けることができず、27番手の例、ミステリオよりロープを利用したウラカンラナで落とされ、脱落した。4月7日、テイクオーバー、ニューオーリンズにて新設された NXT、北米王座をかけた六ウェイラダーマッチに出場。 最後にベルトを手にしようとしたリコシエをラダー下から振り落とし、ベルトをダッシュ。初代王者になった。また、同日には負傷したフィッシュの代役としてオライリーと組んで NXT タッグ王座とダスティローデスタッグクラシックのダブルタイトル戦にも出場。最後にピートダンを裏切ったロデリックストロングのアシストを受けて勝利。王座を防衛するとともに、 ダスティローでスタッグクラシック優勝を果たした。2019年6月1日、テイクオーバー、XXV で、NXT 王者のジョニー・ガルガノに挑戦。場外戦に展開してからリングに戻ると、両者王技の決め合いになり、ガルガノの得意技である、ガルガノエスケープを切り返すと、パナマサンライズから、ラストショットへとつなげて勝利。王座を体感した。アシオンの、 アザカタメフロリダキーロを世界ヘビー級王座を腰に巻く、コール NXT 北米王座その他、アメリカのインディ団体を中心として、多数のベルト獲得歴あり、ありがとうございます。